お仕事。はいはい、俺が2番でね。父上の用意された策が合戦の要、敵の忍びに仕掛けを暴かず、はいはい、降りわけにはいかん。徳川の忍びを追い払えばいいんでしょ。朝まで耐えれば十分だよね。忍びの相手は忍びにお任せください。雪村様は無茶しないでくださいね。それでも策を上げた。敵がどこから来るか分からない。気を抜くでないぞ。大丈夫ですよ、雪村様。忍びにはこんな暗闇なんて。まあ、このぐらい当然だよね。鍵を奪うか。私が敵を引きつける。手張りや砦に向かう忍びを減らせるはずだ。敵が多すぎるよな。俺は間に合わないんじゃない。仕事言うな。敵より早く動けば問題ない。やるな。敵を見つけて倒すだけの簡単なお仕事です。かっこいい。急げ。
先輩。二人とも良い働きだな。頼もしい限りだ。狙いは絞れた。メッセ。どうやらこっちが本番かな。ショーはまだ来ないのか。真田の小瀬丸がかようなところに。この機を逃すな。撃ち取れ。また目つけられてるよ。ほっとくわけにはいかないか。しかしすぐ一人で突っ込むとどうにかならないのかね、雪村様。でも雪村様が敵を引きつけてくれたから私は動きやすかったのか。まあそうだ。いくら雪村様でもあの数大丈夫かな。雪村、これにあり。真田の戦、とくと味わうがいい。なんという企画、こんな若造が。待ってよ。
ての敵を退けたか。頼もしいな、二人とも。ま、このぐらい余裕でしょう。そうそう、あたしらなら。いや、あたし一人でもね。